おはようございます。今日も窓辺には花が飾られています。令和の元号もここに置いてます。そしてさっとポンちゃんはこの向こうの窓をですね、少し網戸にして、風取りをしているのでここに寄ってきています。プリンターは少しかわいそうですが、もう仕方ありません、うちの場合はね。そしてジャン君は夏用ベッドの中で寝ております。目開いてるよ。これからまた一暴れするかな。割とですね、朝早くに、走り回ったりするのでですね、目覚まし代わりかな、まあ、人が起きると走り始めるという感じですけどね。それまでは寝ています。おばあちゃんが外で喋ってるね。ドライフラワーの話してるね。ジャン君興味津々でございます。時々窓の外見てるんだよね。ネットの、まあ、友人というかですね、見ていただいている方からいただいてしまいました。この CD 群ドワーッダダダダダ。これね、ほとんどは前持ってたんですが LP だったんですよね。で、レコードを聞かなくなったというか CD の時代になって、もうだからずいぶん前、何十年前の話だってことですが、それ以来持っていなかったこの、CD 群を使ってないからということで送っていただきました。ありがとうございます。どうもどうもどうも。これを、パソコンの方に入れてですね、そこから、iPad に飛ばし、 iPad の方で なんだっけ、コードを抜き出してですね、練習します。頑張ります。弾けるようになったら聞いてください。ではありがとう、はい。初ドンキです。4月にオープンするという情報だけあったんですが、今日初めて来ました。とても広いです。なんとなくそれらしいとこに来たかな。なんと食品まであるということになります。ここにはアトラントが。大きいということは分かりました。そして、目的のものはなかったんですが、また、こちらには寄ることがあるでしょう。
結局近所のダイソーの方によってですね、このような箱を買いました。はい、箱の中に箱の中に箱ですね。そして、ちょっとありがちな柄ですが、この包装紙、この辺を買って、とりあえずリボンも良かったですね。あったけど、なんか1個買ってあったのは何、これは私の挟んで消えないのね、はい